まずですね、このシンポジウムを考えるにあたって、コロッコを考えるにあたって、まあ、非常に影響を受けた、まあ、論文というのが、実はあります。About the concept of the court, je voudrais bien citer trois articles concrets de l'impact quant à la contextualisation. まず最初は、まあ、この有名な論文だと思うんですけども、ダニエル・コストですね。で、が2つあります。Le cadre européen commun de référence pour les langues. Contextualisation et standardisation. それからもう一つは、Contextualiser les utilisations du cadre européen commun de référence pour les langues. ですね。それからもう一つですね。で、Contextualisation ということで、いよいよこう、メッを探していましたが、偶然ですね、この、福島誠司さんと、それから、ノバノバ、マリナさんですかね、の書いた、まあ、この論文なんですけれども、タイトルがですね、孤立環境における日本語教育の、文化社会化の試み、シオンタビリテアルモ、レッセイ・ドゥ・ラ・コンテクチュアリザシオン・ドゥ・ランセンモン・ドゥ・ジャポネ、ダンザ・ナンギロンモ・イゾレ。Dans ce cas, l'environnement isolé veut dire l'Ouzbékistan. というので、もしまだお読みになっておられない方がいらっしゃったらですね、この福島誠司さんの非常に面白い論文ですので、ぜひお読みになるといいと思います。まあ、フランス語教授もあって、そのまま当てはまると思います。こんばんは。今日までですね、今日で3日目ですけれども、まず問題提起というのがありました。Nous avons deuxième problématique, la plurilinguisme et pluriculturalisme à l'aide de la mondialisation et de la multipolarisation du monde. で、3番目の問題提起は、今日の問題提起ですけれども、ICT とポートフォリオを用いた実学習と複言語能力、および、複文化能力の要請。Le dernier problème, la dernière problématique, l'apprentissage autonome à l'aide des TICU et du portfolio en faveur du développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle.というのまず復習をしてみたいと思います。ラテルアン、で、まず最初、このプロブレマティック3、問題提起3では、こういうことが多分問題なんだろうということでした。参照枠の提唱している複言語能力、複文化能力を養成するには、大部分の学習者にとっては、学習時間が不足している。2. その不足している学習時間を補うために切り札になるのが授業時間外での技術学習である。で、ICT の進歩と復旧とポートフォリオの導入により技術学習は今新しい局面を変えている。というのでどうするかということですね。で、アンジュ、アナスタルラ、プロポジションデカード、アファンドデベロペラ、コンペテンスプリラングエプリエクチュレル、Le nombre d'heures de cours allouées aux cours des langues étrangères ne s'avère pas du tout suffisant pour la plupart des apprenants. En deux, l'apprentissage autonome en dehors des cours est donc un atout pour régler ce problème. Et trois, les TICU et la porte et le portfolio ouvrent en effet une nouvelle phase de l'apprentissage autonome.
で、この授業時間が不足しているということについてなんですけれども、ここと日本語用意していませんので、日本の環境ですので皆さんよくお分かりなんですけれども、大抵 の、 その日本の大学においては、非常に授業時間が不足しているということですね。これは一般的に言われていることですけれども、一つの外国をマスターするには1000時間、以上必要であるというふうに言われています。ところが日本においては普通の大学の環境ですと、1コマが90分で週2回やって、それで、精一杯目いっぱいやれば1年間に30回やって、それを2年続けるということで、それで180時間ということなんですね。これだけしかないということです。もう書いてあるのでフランス語は読みますよね。じゃあそれではどうするか。 Comment faire pour améliorer cette situation?D'abord, il faut intégrer l'apprentissage autonome en dehors des cours de langue. というので、どうやってこれをこの状況を改良するかということですけれども、一つは先ほど出てきましたように、授業時間外での自立学習を導入するということですね。それからもう一つは、その自立学習をするときに、ICT の技術を用いた、教材とかですね、を使うということですね。では後ろにラペル、参照枠における実学習とポートフォリオ、の関係ということですね。premièrement, le rapport entre le portfolio et l'apprentissage autonome dans le cadre. Deuxième.2番目は独立学習、ここのところが先ほどの、カルトン先生の話もあったように、なかなか難しいところで、この独立学習という言い方はちょっと日本語としてもおかしいと思うんですね。ですけれども、区別をせざるを得ないので、こういう言い方をしています。で、事実学習の区別ですね。Deuxièmement, la distinction entre l'apprentissage indépendant et l'apprentissage autonomeで、ここで一つ面白いことがあるんですけれども、皆さんはお気づきになったでしょうか。ですね。ダンパカシュ。ダンパカシュ。イデアインフォット。イデアインカンフォット。これと比べてもらうと分かりますね。ここのですね、自立学習の率が誓っています。僕ね、ちょっとね、さて、こんなルーク伺っているシーンは僕一切コンプレーできるコアセパティックフォーメー、オプティブコンサーシーサーセー、イシェアン、プティシェアン、プティ、プティシェアン。というので、まず、1番ですね、参照枠における事実学習とポートフォリオの関係なんですけれども、このヨーロッパ言語共通参照枠では、障害教育を展望に入れて、事実学習の要請と事実学習が推奨されています。ということで、ポートフォリオの導入の目的の一つは、実学習能力の養成であるということです。で、このヨーロッパ言語、ポートフォリオというのが、この参照枠とは別にあるわけですけれども、これは副言語能力とか文化能力を養成するためのツールであるということですね。あとは続いて。ダンカード、デボコン、ラカパシティ、ラパティサイズ、オトノ。Et sa promotion sont placées dans la perspective de la formation continue tout au long de la vie. Le portfolio est un outil qui permet de développer la capacité d'apprentissage autonome. Le portfolio est aussi un outil qui permet de développer la compétence plurilingue, pluriculturelle.今度は、区別の問題ですね。ここのところが非常に難しい問題なので、
非常に先ほどの唐澤先生のところとも関係をして非常に関係してるんですけれども、これから議論をする上でも結構ネットな問題なんですね。おそらく統一学は非常に苦労されると思うんですけれども、一応ここではこういうふうにしたいと思うんですけれども、まずその提案なんですね。Tout à l'heure, Monsieur Carton, il a dit comme ça, il ne faut pas confondre apprentissage indépendant et apprentissage autonome. Et d'après lui, l'autonomie est la capacité de l'apprenant à prendre en charge son apprentissage et autonome, un apprenant qui sait choisir ses objectifs d'apprentissage et qui sait organiser son activité d'apprentissage. まあ、一応はこういうことなのですね。というので、冒頭ちょっと時間がなくてですね、訳がありませんので、させていただきます。この、独立学習というのと、実学習、厳密に言うと、本来は区別するべきものなんですね。それで先ほど、加藤先生がおっしゃったように、この2つは区別しなければならない。決して混同してはいけないということなんですね。で、この場合に、このアプランティサージオトノームというのを、加藤さんが理解しているということは、加藤さんの理解ではその下にありますように、その自立というものは、学習におけるですね、自分がする学習に関して全部自分の責任であるということなんですね。で、もうちょっと具体的に書いてありまして、具体的にするということは自分の責任でやるということは、まず学習目標ですね、これは自分で立てる。それからどういうふうな学習をしていくかというのも自分で決めていくということなんです。で、これは実は厳密に言うと、先ほどの講演でも出てきましたけれども、アプランティサージ・オッド・ディビジェンという言葉を使っています。というので、これは多分日本語に訳すならば、自己主導学習、これは自己制御学習ということですね。厳密に言うとこういうふうに区別をする必要があるんですけれども、ダンスコロック、パルモ、ラプランティサージオトノーム、ルサンス、コミエモ、アプランティサージオトディリジェ、エルジェモ、アプランティサージアンデパンダンというので、ここの今からの議論の中では必要、区別する必要がない限りは2つの意味ですね、使っていきたいと思います。ということは、アプランティサージオトノームということは非常に曖昧になるんですけれども、多分議論に支障は多分来さないと思います。というので、こういうような意味で使っていきますので、後で加藤先生にちょっと謝らなきゃいけないんですけど、はい、では以上ですね。